愛知県瀬戸市出身、将棋の藤井聡太八冠が愛知県一宮市出身の豊島将之九段の挑戦を受ける、最高峰のタイトル戦、名人戦七番勝負。その第2局が4月23日、千葉県成田市で行われています。名人戦七番勝負第2局の舞台、千葉県の成田山新勝寺で22日に行われた護摩祈祷。最高峰のタイトル初防衛を目指す藤井聡太八冠は、終始目を閉じていました。藤井聡太八冠、今日何か願い事はしましたか？あ、すみません。それはちょっと忘れていました。瀬戸市出身の藤井聡太八冠に、5年ぶりの名人返り咲きを狙う一宮市出身の豊島九段が挑む愛知対決の名人戦。第2局は、午前9時に豊島九段の先手で始まりました。名人戦は先に4勝した方がタイトルを獲得、第1局は藤井聡太八冠が勝ちました。藤井聡太八冠22日の前夜祭、第1局はいくつか反省点があったと感じている。それを踏まえて第2局は、より良い内容の将棋が指せるよう頑張りたい。第1局は最終盤まで優勢だった豊島九段は、豊島将之九段22日の前夜祭、9時間という持ち時間で久しぶりに対局して、手応えがあった部分もあったので、それを活かして第2局以降も精一杯頑張っていけたら。長時間になる熱戦で藤井聡太八冠が注文した勝負飯は、千葉県産のブランド鶏をうなぎのタレで焼いた焼き鳥定食でした。また午前のおやつは、黒糖や小豆あんを使い、せいろで蒸した地元メーカーの黒べら饅頭。午後は、地元成田市のさつまいもをペーストしたクリームで作った、動物が可愛いショートケーキでした。藤井聡太八冠が開幕から連勝でリードを広げるか、それとも豊島九段がタイに戻すのか。注目の名人戦第2局の決着は24日夜の見込みです。藤井聡太八冠に豊島将之九段が挑む名人戦七番勝負成田山新勝寺で第2局24日に決着。将棋の藤井聡太八冠に豊島将之九段が挑む名人戦七番勝負の第2局が成田山新勝寺で行われている。将棋の八大タイトル戦の一つ、名人戦七番勝負の第2局が23日朝から千葉成田市の成田山新勝寺で始まっている。藤井聡太八冠は名人タイトルの初の防衛を目指す一方、豊島九段は5年ぶりの名人奪還をかけて対局に挑んでいる。これに先立ち22日、藤井聡太八冠は豊島九段と共に、成田山新勝寺の本堂で護摩祈祷、祈祷を受け、対局に向けて気持ちを高めた後、連勝に向けての意気込みを語った。藤井聡太八冠、第1局は指して、いくつか反省点があったと感じているので、それを踏まえて、第2局はより良い内容の将棋が指せるよう、精一杯明日から頑張りたいと思っています。対局は、正午に昼食休憩を挟んで、午後1時頃に再開された。名人戦の第2局は、24日に決着を迎える。将棋の藤井聡太名人対局前に、ごまで気持ち高まった。将棋の名人戦第2局が4月23日から成田山新勝寺で行われるのを前に、千葉県成田市内のホテルで前夜祭が開かれ、初防衛に挑む藤井聡太名人が対局への意気込みを語りました。将棋の第82期名人戦七番勝負の第2局は、成田市が市制施行70周年の記念事業の一環として誘致したもので、23、24日の2日間、成田山新勝寺の光臨閣で行われます。対局に先立ち、成田市内のホテルでは藤井聡太名人と挑戦者の豊島将之九段を招いた前夜祭が開かれました。二人は23日に成田山新勝寺で護摩祈祷を行ったり、使用する駒などを確認する見分を行っています。藤井聡太名人は前夜祭で、成田市内の印象や対局への意気込みを次のように語りました。藤井聡太名人、成田空港を利用したことはあるが成田山新勝寺には初めて行って、参道も門前町もすごく雰囲気があり素晴らしいところで対局できることに感謝、成田山新勝寺のご本堂でおごまも体験できて、対局に向けて気持ちが高まるような感じ。名人戦七番勝負は2日制で、
先に4勝した方が名人を獲得します。第1局では藤井聡太名人が先勝し、初防衛に向けて白星スタートを切っています。